大家好，我是山下智久。大家好，我是新木遥子。映画シーヒアラブで病で目が見えなくなった漫画家出本慎二を演じました。とても挑戦的な役でした。映画シーヒアラブで耳が聞こえない間響を演じました。今回は映画のために手話を学んで撮影に挑みました。今回台湾に来て皆さんにお会いできてとても嬉しく感動しております。私たちが出演した映画シーヒアラブ、見えなくても聞こえなくても愛してるは、間もなく7月7日から台湾で公開されます。ぜひ劇場でご覧くださいね。よろしくお願いします。今何が見える？俺には何も見えないけど、あなたのことは見えるんだ。見えなくても聞こえなくても